こんにちは。こんにちは。9月に秋の大収穫祭っていうイベントがあるんですけど、その期間中に開催される東京盆栽フェスティバルが、はい、で展示するんですね、はい、そこで、自分も展示させてもらうんで、それの、植物をちょっと今日は植えていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。豆盆栽の展示会なんですよね。そうです、小さい、だから全体的に小さいですよね、はい、で種木はちょっと新白、これ自分がちょっと7月の終わり、8月の頭ぐらいにちょっと後ろの枝だけくっついてたんで針金かけたんですけど、はいはい、これをちょっと種木にしたいなと思ってて、シャリも入ってて、そうです、そうです、結構古い木ですよね、うん、下の方にモミジですよね。モミジ、うん、これは2本どっちにするかちょっと考えてるんですけど、うん、この種木に対しての受けではないですね。これはこれで奥に置いて、おう、違うんだ。まず何点飾りなんですか。これで1点、モミジどっちかで1点で2点で、見物、これ青津ザラフジなんですけど、これでもう1点と、あと、草ですね、だから5点飾り。これは奥に置いて石かなんかで、これはこっちの景色として考えて、あ、離しておくっていう感じですね。うん、で石を入れると5点飾り、天杯でもいいですけど。なるほど、うん、っていうふうに考えてます。じゃあ2つのブロックに分けた5点飾りってこと。あ、そうそうそう、そうです。うーん、2点3点ってことですね。そうそうそう、やっぱ特殊なんですね、豆盆栽っていうか。やっぱちっちゃいから。そうですね、大物はだいたい2点飾りとかですかね。2か3ですよね。3ですよね。分けるんで、小さいから幅を分けて、うんうん、景色を、全体の景色をやるっていう飾り方っていうか、サイズが小さいんで、そっちの方がなんていうんですか、迫力が出るというか、なんていうかね、分かりやすいっていうかね。まあ、もみじどっちかって考えてるんですけど、まあ、こっち植えたいなと思って、自分はこっちが気に入ってるんでね、はい、で、あとこっちですね、はい、みんなこれも植えようと思って、で、これ単体だとちょっと寂しいんで、下の方に草を寄せ植えしたいなと思ってるんですけど。なるほど、はい、青津ザラフジ、はい、でまずじゃあ、種木から植えていきたいと。植え替えですね、鉢合わせ。鉢合わせですね、うん、で、この種木植えたいなと思ってるのが、自分のろくろの鉢なんですけど、これはタイガー先生が作った。はい、先生って言われるのあれですけど、そうです、自分が作ったろくろの鉢なんですけど、焼き締めも始めたんですね。はい、作りました。だから、この鉢に植えるのが、この日新白に植える鉢が欲しかったんで、一応、うん、入れ物も作ってみたんですけど、まあ崩してみないとこれに入るかどうかはね、新白入るか分かんないんで、まあ、とりあえず、うん、見てから。そうですね、選ぶと多分入ると思うんですね。どれかしら、ちょっと変わったのがあらありますね。紹介してもらっていいですか。これは Q さんと自分の合作ですね。合作、はい、いつもの手びねりに Q さんがヘドラ君をね、そう、これも、うん、持っていくかもしれないですね。そうです、はい、とりあえずじゃあ心拍崩していきましょう。はい、と針金ちょっと外してみますね、崩すの。はい、もしダメだったらもう一回作ります。あ、戻らないですよ。本当、うん、いいですね。なんかいいですよね、自然な感じは、ね、じゃあこれちょっと崩していこうと思います。根っこがどのぐらい張ってるかなんですよね。いいですね。でも自分の作った鉢全部植え替えるわけでしょ。全部、こっちもこっちもじゃなくて、こっちもそう、自分の鉢に植えようかなって。このサイズだとちょっと大きいじゃないですか。はい、もうちょっとちっちゃいのに。贅沢な飾りだね、うん、自分で作ったもので全部。そうですね、できるっていうのは ね。今週末、はい、その展示もありますけども、秋の大収穫祭で耐火鉢は販売されるんですか。はい、このろくろにあるやつ、ここにあるのが販売されます。はい、ろくろにあるやつ、ろくろのやつを販売。あ、手びねりないか。あと手びねりもありますよ。ある、うん、大量に作りましたから、夏の間に。そうです、そうです、一緒にね、球山と行ってね。もう大河先生がどんどん実力を上げていらっしゃって。いやいや、そんなことないです、はい、球山の方がね、すごいじゃないですか。すごいというか、なんかね、うん、変わったものを作ってるんです、私は。で、ほぐしてみて、ちょっと合わせてみますね。はい、この時の植え替えなんで、あんまり根っこは、はい、切りません。切らずに、ほんと土だけ落としたって。パッと見これがこう、良さそうだね、それでね。サイズ感いいですよね。うん、手で見えないけど。え、見えない。手で見えなかったけど、サイズ感、うん、ちょうど良さそうな、サイズ感いいですよね。この縁があるのを、うん、なと思ってもサイズがちょっとね、小さい。てか、帯帯。
れはちょっとちっちゃいな、浅そうなね、浅いですね。そう、パッと見で選んだこれが多分一番いいですね。さすが、うん、じゃあこれにすぐ分かっちゃった、すぐ分かりました。じゃあこれにちょっと植えようと思います。はい、でこの時期の植え替えなんで根っこはやっぱあんま切れないですよね。先言って気をつけるとこは、結構ね、今これ見て分かると思うんですけど、土をだいぶ落としたんで、よく植え替えるときつついてあげる、今やるんですけど、うんうんうん、だいぶつつかないとこんだけね、まあ、細かい根が多いから、細かい根が多いから入ってかないと、そうそう、奥まで入ってかないん で8月中はずっとやっぱ植え替えできなかったんですけど、もう9月入っちゃったらね、気温も落ち着いたんで、だいぶ皆さんも安心して植え替えられるかなと。はい、はい、秋植え替えですね。秋植え替えです。で、まあいつも通り一番粗いのでマグアンプ入れます。根っこはもう切りたくないんで、まとめてギュッと。鉢の正面は、鉢の正面は足があるところですね。3つ足がついてるんで、その3つのどれかの正面、はい、来るところが正面です。引っ掛けて止めると。引っ掛けて止めます、うん、まあ、要は抜けなきゃいいということですよ、ね、はい。キュッて押さないと入っていかないですよ。うん、浅見さんも展示されるんですか？されますね。社長は大変ですよ。大変、東京盆栽フェスティバルの他に喜楽もあって、うん、前橋の方にもなんかあるみたいな展示、ま、展示会がたくさん立て続いてますね。3回展示しなきゃいけない。あ、ね、木がね、そうそうですよね、かぶっちゃダメだから、そうそうそういうことですよだいぶ大変だと思います。うーん、出店数は一番多いんでしょ？過去一番多いと思います。前回の外の出店数全然多いですからね。盆栽屋さんが多いですか？盆栽屋さんも多いし、鉢屋さんか、鉢屋さんもそうですね。石田さん前回名品店の時いたけど、うん、秋の大収穫祭の時は多分いなかったよね、うん、私も行っちゃおうかな。じゃあそう、来てください。で、水入れます。一つ目、主木は完成と。主木は完成。苔は張るんですか？張ります、後で。だから最後映す時で、うん、じゃ最後完成形が見れる。完成形が、はい、はい、で、次はもみじ植えようかなと思いますね、はい、これと一緒に飾るならやっぱり主木こっちするんだったらこっちなんですよね、絶対サイズ的に。うん、まあ、こっちの、そうそうそう、こっちのちっちゃいからってことですね。そうそうそうです。だけど離しておくんでこれと一緒に置きたいから、うん、やっぱそうなるとモミジの普通に青津づらい藤よりも全然でかい木ですから、はい、だからまあこっちの方がいいかなというふうに思って、なるほど、こっちに植えたいと。端と端に置くようなイメージ。そう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 、こっちに植えようと思います。はい、はい、この端取っちゃいますね。ちょっとある程度崩れたんでこれも洗っていきます。これあれは来る前に剪定しちゃったんですよね、モミジ、うん、これいいやと思って。でもだいぶちっちゃいね。だいぶちっちゃいですね。何でも入りそう。入るっていうかちょっと大きいんじゃないですか。でっかいですよね。違う木にしたいですね。タイガー鉢ね。うん、あ、そう、違う鉢にしたいですね。タイガー鉢よりもちっちゃい。そうですね。石井水さんのなんですけど、うん、黒合うんですよね。サイズ的にはね、もうちょっと大きい。9月24ぐらいだっけ。9月のそうです、後半ですから。まだ紅葉してないですよね、うん、あ、黒で赤いね、葉っぱだったらいいですけどね。確かにね。あっち行きますか。はい、難しいんですよ、鉢合わせが大量だけどね、こんなって難しい。山のようにあるけどね、こんなって難しいって言ってんじゃない。タイガバチじゃないですか、それ。そう、あの、ヘビネギのやつ。ちょっとちっちゃくてもいいかな、うん、ちょっとね、これだとね、石とかね、うん、置きたいぐらいの空間ですよね。これ下げた、なんか色が面白いね。色が、うん、面白いと思いますけどね。まあ影の地点何も映ってないけど、ごめんなさい綺麗ね、それ。サイズ感はいいですよ、これいいかもしれないな。主木がデーモノですからね。そうですね、飾りは同じ形と色は避けるそうっていうのがありますからね。逆にの人もいますもんね。逆に外すみたいな、ファッションみたいなもんですかね。そうですね、あの、心拍だけの飾りの人とかいたじゃないですか、ね、あ、そうそうそう、中華だけ。浅見さんもバラだけで展示したりしてました、してました。前梅だけでも展示したこと、
はい、じゃあ、この鉢が閉まりました。でちょっと網張っていきます。はい、いい釉薬ね。これ正面難しいですね。と思ったのがここだとちょっとしつこいなと思ったんですよ、ね、そうね。だからこっちぐらいの方の色合いの方が両方見えていいかなと思って。ちょっと見えるぐらい、うん、そうそうそう、うん、ちょっとだけ下これ入れて、あとはいこれで、あと同じようにマグアンプ入れて、ここら辺のちょこっとの根っこは切っちゃいますね。お水ちょうぐらいに。こうですね。よいしょ。で2箇所止まったんで土入れてきます。はい、でこれだと粗いんで、もう一番細かいやつこれで植えちゃいます。今これで緑の鉢を選んだので、うん、残りのやつはじゃあ緑とデイモノを除いた鉢を選ぶってことで、僕かなと思います。 でも青つづら富士が青い実なんですよ、うん、なんでそこがあれですよね、どういう鉢に入れるかっていう。だから崩してみないと分かんないですね、青つづらは。ちょっとだけはみ出してるんで、ここ切っちゃって、はい、はい、完成です。はい、はい、どうぞ。うん、どうでしょう。いいんじゃないですか。ね、かわいいですよね。かわいいですよね。2個目。2個目。で次、じゃあ最後青つづら富士ですね。でこれはちょっと汚い葉っぱと、うん、枯れ枝とか、うんうん、この先端のこの実が取れちゃったような草の枝とか、はいはい、これをちょっと取ってきます。あ、きれいに。きれいに。汚い葉っぱも取るんですけど、あんまないですよね。うん、間違えてね、実取らないようにしないと。本当だよね、合ってないよね。そうそう、意外とね、あの剪定しないとこんがらが、すぐこんがらがあるんですよ、これ、うんうん、下が伸びて。で、実も葉っぱが多いと見づらいじゃないですか、うん、だから葉っぱの数も減らしてあげるっていう。葉っぱがない分には平気なんで、結構だから間を作るというか。そうそう、そうですね、そうです。根っこがどうなってるかですね、うん、あんまし実取れんの怖いかな、うん、こんな感じですね。這わせるように植えようかなと思ってるんです。こう針金で曲げてもいいんですけど、ここに縦かなんか寄せて、こう這わせるように、うん、ちょっと倒す感じ、ちょっと圏外っぽい感じ。そうですね、こういう風になってるものなんで、うんうん、結構ツルでゾーッとどこにでも生えてるんで、コガネシダを元につけようかなと思います。さっき種って、うん、さっき種はちょっとしつこいんで、コガネシダに変えようかなというふうに。どういうことですか。変わりました。じゃなくてしつこいってどういうことですか。満開になると花が腫れすぎるっていうんで、うん、そうするとちょっとこっちの実がね目立たなくなっちゃうから、コガネシダぐらいの方がいいんじゃないかというふうに。ちょっと派手すぎちゃう、派手すぎると、うん、社長のご指摘があったんで確かにそうだなと思って今はねちょうどいいんですけど、うん、確かに飾るときは満開になってるんで、はいはい、他のね木とかだったらいいんですけどね、うん、はい、これ青つづら富士はこういうね、あの見物でねこう這うもんなんでね、うん、コガネシダぐらいの方が確かにちょうどいいとは思います。はい、難しいですね、展示の時期のことを考えなきゃいけないっていうのが。そうですよね、だから満開じゃなければ種とかでもよかったんですけど。鉢を決めてないですね、まだね。鉢は、うん、こっちをちょっとほどいてみてから決めようかなと、はい、でも今時期種もあるんで、ここね、先端のこれね、先端に、うん、まあ取っても石取らなくてもいいし。そうです、うん、これぐらいでコガネシダ作っておくといいですね。そうですね、だからそのポットに撒いとけば、うん、鉢に直接撒いても出ますよ。結構使い勝手いいですよね。そうそうそう、で、実小だからそんな大きくないし、ないないし、あんまり増えすぎたら全枯れしちゃえばいいもんね。そう、バサッとね。これでもちょっと多いかな。ちょっとね。ちょっとうるさいか。ちょっとね。半分ぐらいか。鉢選びしたいと思いますけど、自分の鉢になるべく植えたいんですけど。うん。入ればいい鉢。コガネシダを無理やり入れたら、そうするとコガネシダ入らない。なくてもいいか。難しい、ね、小さすぎて倒せない。うん、根っこが入らない。曲げるか、こっちにやってこう曲げ、うん、
時間がないな。これいいっすよ。このぐらい余裕があった方が難しいね、鉢選びは難しいんですよ。すいません、散々悩んだ結果、はいはい、ちょっともう鉢合わないんで微妙に、うん、自分の鉢に植えようかなと思います。植えようと、はい、爽やかな、爽やかな、まあこっちの青津桜富士も青なんですけど、まあちょっとマット青っていうかブルーベリーみたいなね、うん、濃い青なんで、まあこっちでも黄金次第入れるんで問題ないかなと、まあ、グラデーションというか、そうそうですというふうに思いました。はい、じゃあとりあえず、はい、今作ったやつたちは苔貼って、はい、苔入ります、とりあえず、はい、はい、お見せしますので少々お待ちください、はい、全部ね貼り終わったんですよ、はい、でまあちょっといろいろ構想を考えてたんですけど、まあ、自分が思ってたのがもうちょっと大きな板で飾る場合は、うん、まあこれが主木でこっちに石を置いて、これ2点ですよね。でこれは山の景色として考えて、はい、崖の景色ですよね。でそれで、もみじと、まあ、草を置いてで離して、で青つつらとまあなんか天杯で1,2,3,4,5,6点か、6点だ、うん、6点でもいいし、まあこれは単体でこれでもいいし、青つづら単体で、もっと例えばちっちゃい字とかにして、そう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 って考えたんです。うん、そういう景色としてはどういうことなんですか。まあ山があって、奥に山、岩山ね、山崖があって、でその中腹部にモミジと草が生えてて、で青つづらは結構一般的な、もうモミジの下にも生えてるようなつる所のものなんで、うん、なんでまあこういった分けようかなという考えてたんですよ。なるほど。そうだけど、まあ、箱色っていう飾り方もあって、まあ、例えばこれだと、まあ、ここに置いて山の景色ですね。山の、そうそう、山、これが山ですよね。で、まあ、もみじがあると、うん、でもみじの横に草があって、これ3点飾りですよね。これはだから山の中腹と高いところっていう、そう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 、で、まあ、青つづら青つづらで別に置いて、まあ、これと1,2,3,4ってなんで、まあ水盤が今3つ、水盤が、まあこういうのでもいいしね、石とかでも、うん、いいし、まああと虫は本当はいいんですけど、虫、まあ天杯って言われるものなんです、まあこれはね違うんですけど、虫が本当はいいんですよ、こういうものを、そうそう、飾り方は、そう、いろんな、だから近いところと、そうそう、離すんですね、そうそう、景色、そうそう、遠近法で、山の高いところ、低いところっていう飾り方、そう、いろいろあります。だからまあこれはちょっと構想中なんで、まだこれっていう断言はできないんですけど、うん、でもしかしたらね、青つづらも落ちちゃうかもしれないから、変わるかもしれない。変わるかもしれない。でも構想としてはまあこの3点か使って、うんうん、草も使って飾ろうかなと思ってます。で天杯もね、やっぱ。食もこうやってもうあの違うんでね、素材がね、同じ素材じゃないとおかしいんで、飾るなら同じ素材で揃える、揃える、木目も一緒で色も同じ、はあ、大変ですね、うん、展示って大変なんですよ、大変なんです、すごくすごく大変っていう感じですかね。なるほど。とりあえず構想としては、はい、はい、展示とか鉢合わせの話だったと思うんですけど、うん、はい、まあそこのポイントを最後もちょっとまとめてもらえると、ポイントはやっぱり景色を出すので、やっぱ主木の木は大きい木、うん、でその添えに、まあ、もしを、木とかもね、もみじとか低木木を一緒に飾るんだったら、まあ、こういう風に箱色を使って離すとか、うん、あとサイズを小さくしないとダメですね。で同じサイズの場合はやっぱりこうやって離すとか、まあ、箱色使わなくても、まあ、こういう色を使って遠近法で離してあげるっていう見せ方、そう、見せ方があるので、高さと奥行きの見せ方がある、そういうことなんです。でその木の特性に合った場所にやっぱ配置する、そうですね、っていうのも、ということを考えて、まあ、自然の景色を出してあげるということです。樹木はね、何だって大丈夫、うん、山の上だから、松であれ真柏であれ、もみじを樹木にする人もいるから、うん、下の草と天杯と石が大事だ、うん、なるほど。全体見て、あ、これは軽井沢のどこら辺とか、う、ね、うん、これはうちの近所の野山とか、うん、そういうテーマがある、うん、川辺とか
あの海っていうのもあるから、海なんかだとこんなちっちゃいカニバーって置いたりする。まず決めてからテーマ、うん、でも結構木よりもこういうのがお金かかっちゃいますね。高いからね、一個それで揃える、ね、センスで自分で作ってる、木は作って、うん、だからでも今食作る人もいっぱいいるからね、素人さんでね。豆は木よりもそういうものにお金かかるかもね、鉢とかね。鉢とか、そう確かにそうですね、このそういうものが、うん、木なんかはね、やっぱ自分で種からとか刺したりとかする人が多いから、未生でもいいしね、うん、でもいいちっちゃいから別に、さっき言ったけど年数はあんまそんな関係ないもんね。ただあれよね、今時期のこう現代的なあれだとこんな木の食使わないから、うん、食器 に合わせたり、なるほど、あの普通 の, あのプラスチックの引き出しに飾ったり、一回それ東京支部でやったことあるんだけど、オッケー、受けたよすごく。全部いいですよね、プラスチックでやったり鉄とかでやってみたりね、うん、何でもいいんだよ、うん、それは決まりはないんだけど、うん、ただあのノーマルな飾りがこれだっていうので、うん、私はノーマルのあんま好きじゃないんで、うん、好きじゃない、うん、なんでノーマルで飾るの。いや、たまたまよ、そういうとこがしょ、こういうのもありますよってことで、食まで考えてなかったでしょ。そうかまずは植え替えてからっていう、なるほどね、何個かっていうあれですか。まあ挑戦的な作品もいずれ見れるのかな、大河君の。そうですね、うん、あれか、Q さんが、開催主催でする、はい、なんつうんですかね、盆栽新世紀。盆栽新世紀、一般参加もできるんですよね。そうで、賞金がまあ一応出ると、出るというね。だからこういう普通の飾りじゃ通らないと思います、ね、新しい盆栽を作るのがテーマなので、はい、投票権は視聴者さんにあると。そうそうそう、はい、自分も強制参加、強制参加、はい、そこはちょっと挑戦的な、挑戦的なのね、作りたいですよね、作品を作ってくれると思う、はい、作ります、はい、